はい、FM 流進堂続きです。まあ久々にねこういう教科書的な話をするしているわけなんですけれども、まあ僕の知識なんかねもう大したことないですよ。あのアーティストですから僕はね、まあ、きちんとね歴史系の勉強しているね、評論家の方や研究者の方が、まあ、こういう美術系のねきちんとしたこうデジオっていうものをやってくださると、いいなとは思うんですけれども、なかなかそういうものもなくて、僕のようなねあのアーティストの端くれのまあなんていうかね知識、朝の知識ですけれども、まあそれでもねまあ知っていることを話さないよりはいいだろうということで話させていただいております。恐縮な気持ちでございますけれどもね、あの話させていただいております。でまあ90年代入って、あ話続きますけれどもね、90年代入ってね、まあ、そのアーティストが、教育、福祉、まあ、そういうね社会的な活動の中で教育的な普及活動だったりそういうことの中でアーティストが社会的に、まあ、何らかの責務を果たせるのかどうかっていう問題が浮上してくるわけですね。でそれは一つには、アーティスト自身の世界に対する、まあ、反省だったりね、もしくは希望を持つっていうようなことだったと思います、ことだと思います。アーティストがアトリエにこもってていいのかと、アトリエにこもってただ自分のね、喜怒哀楽、悲しい、寂しい、虚しい、そういう個人的な感情を、テーマに、延々とアトリエの中でこもって作品を作り続けていくことがそれがアーティストなのかっていう、まあ、自問自答のようなものがあったと思うんですね。でもう一つはそのアーティストの自問自答だけではなくね、社会の方からの要請、一種の要請っていうものがあったと思います。でそれは文化庁がね文化事業にお金を出しましょうっていうことであったり、もしくはその、まあ、映画やねアニメ漫画のような、文化をね世界に発信していきましょうっていう、まあ流れもあったと思います。でそういう中でね、まあ、アーティストがどういうふうにやっていくかっていうことですよ。でそこでねまあ、未だにアトリエの中で制作しているアーティストはたくさんいます。でそれは別に悪いことじゃないし、スタイルの問題なのでね、だってそれはあのアーティストだけじゃなくて、じゃあ例えばあのお茶やってる人だったり、弓道やってる人、剣道やってる人、もしくはその文芸だったりね、小説書いてる方が部屋の中でね引きこもってやってていいのかよって聞かれても困るわけですね。それはそれでね、そのジャンルの特性だったり特質だったりっていうものもありますし、まあそもそもね好きでやってることだから、それぞれが好きでやっていること だから その行為自体をね責められるようなことではないにもかかわらず、まあそれとはね別の流れとして、まあ特に日本のね美術業界っていうのは美大の影響力強うござんす。非常に強いです。で美大出身のアーティストっていうのもたくさんいます。でそういう人たちは、まあ、美術の歴史なり、を勉強してですね、まあ、その技術だけを学ぶのみならず、まあ、世界的なねそういう美術の流れっていうのを勉強するわけです。でそこでやっぱりね美大生も考えるわけですよ。世界的にはどうだっていうことだったりね、まあイギリスだと、まあ、コミュニティアートっていうのが出てきた、アメリカでもパブリックアートっていうのが発展してきた、そしてもしあのベネチア・ビエンナーレだったり、シドニー・ビエンナーレや、サンパウロ・ビエンナーレ、まあ、そういう世界的なアートの流れもありますし、またそのアーティストっていうのがアーティストっていうかねアート全般っていうものがどうやら福祉的な意味合いでもね教育的な意味合いでも重要らしいっていうことが分かってきた。それはね現代社会において、まあ、僕よくFM 流進堂で話させてもらってますけれども、今心の病の時代でございます。3人に1人はね鬱、日本人の3人に1人ぐらいはね鬱になるか、もしくは鬱になる可能性がある、
症候群的なもんだったり、まあ、そういう言った社会の中でアーティストが何ができるか、どんな役割を持っているのかっていうことの中で、まあ、教育的な意味合い、福祉的な意味合いで重要な役割があるっていうことが、まあ、どうやらあるらしいっていうことが分かってきた。で、それは僕そっちの専門家じゃないですけれども、まあ、アートセラピーっていうものもあってね、そのアートっていうものが、自由でいいんだよ、自分の心を開いていいんだよ、好きな絵だったりね、好きな音楽をやってもいい、でそういう人が人として生きていくために、まあ、リラックスできるようなね、そういう時間を持つことができると。で、自分がモヤモヤしていた問題だったり、その自分が外側に対して表明したり表出することのできない、気持ちや考えっていうのを表明することができる、アートっていう手段を使って表明することができるっていうことの中でですね、まあすごくセラピー的な意味合いで、人の心を救う可能性があるということが出てきたと。で、それがなんでじゃあアーティスト・イン・レジデンスにつながるかっていう話なんですけれども、これは別に歴史的な話じゃなくて、僕なりの考えなんですけれども、まあ、そのアーティストっていうのがそういう大きなね意味合いで政治だったり経済だったりっていう影響力はないけれども、もうちょっと小さな意味合いで人のね心の問題、もしくはその小さな文化、例えば、この生きている今の、環境、小さい環境ですね、学校っていう環境だったり家庭っていう環境だったり、もしくはその自分自身を取り巻く環境だったり、もしくは地域っていう問題だったり、まあ、そういうものの中で、まあ、アーティストがね、まあ、文化的に、貢献する存在であるっていう認識が出てきた。まあ、ですからアーティスト・イン・レジデンスをやってアーティストに滞在してもらって、まあ、それでそのいろんな人と交流しましょうと。アーティストっていうものが、まあ、どんな影響力を持っているのか、それをまあ体験してみましょう、体感してみましょう、そして、交流してみましょうっていうことだったと思います。で、自分がねバンカートでレジデンスに来た時にまず最初にぶち当たった問題が、まあでもそうは言ってもな、横浜じゃん横浜だし、借りてるスタジオの中でね、その地域の人と交流、そんなのあるんかいっていう疑問がありました、僕の中でね。じゃあどうやってその地域と関わっていくことができるんだろう。で、それがまあ実際すごくね小さな問題です。まあ、僕の作品につながっていくわけなんですけれども、滞在するっていうこととそして制作するっていうことを、まあ、どうにかしてくっつけようとしたわけですね。で、それが僕自身の、レジデンスに対する、まあ、一種の回答につながっていくわけなんですけれどもね。